二番線へ進入する113系電車阿波野駅は、福井県鶴ヶ島坂に所在する、西日本旅客鉄道オーバマ線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームへは、構内踏切を渡る。かつては鉱山への支線があり、大日本帝国陸軍省が所在していたため、当駅から出征するとを栄えたが、利用者の減少により、無人駅になった。 1917年からほとんどそのままの状態の駅舎があったが直流電化に伴って新築され、鶴ヶ市が交流施設を併設している。また隣接して変電所が設置された。配線が一線スルーでないため、イーリデ線の際は時速5 0トルの制限を受ける。ホームの南側には長らく使われていないと思われる留置線がある。ホームと駅舎は 段差なく行き来できる。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は74人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。当駅は坂を登り切ったところに所在し、眺望が良い。市街地から離れており、野坂学も迫っているのでひっそりとしている。以下は、駅南側に所在。ありがとうございます。